はい、じゃあ今回はレイラーニ編です。やっていきましょう。アジナ、お腹空いてない？今？そうね、頑張れば頑張ってお腹って空かせられないと思う。よかった。実は仲間になった感謝の印としてディナーをしたいなと思って。おお、嬉しいじゃん。いいわね。何を作るの？何世代にもわたって受け継がれてきた我が家秘伝のシーフードシチューよ。うまそう。いや、それは普通にうまそう。わあ、すごく楽しみ。ただ材料が必要なの。これがちょっと面倒でね。聞けば聞くほどお腹空いてきちゃった。さあ、何を持ってくればいいの？まずはククイね。うちは丸ごと入れて煮込むの。この辺りだと、あ、ククイですね。マイル学校の香辛料を取り扱うお店にあったはずです。でもククイって、はは、心配しないで。さあね、心配しないわ。ならいいですけど、マイル学校に行ってみましょう。ほう、ククイ、ククイ、ククイって何で、香辛料売ってるとこってどこ？ここ？この人かな。香辛料にチンキ、パップ、なんでもあるよ。これこの、あの、みかんを触ってる、触り方がエゴい、エゴいおじいちゃん。こんにちは、ククイって取り扱ってる？ククイだって？ごめんなさい、お金はないけど。いや、お金はないけどって最初に言っちゃう？それ、ククイが欲しいならあげるよ。お客が注文したんだが取りに来なくてね。それにこんなもの買うやつ他にはいないだろう。ラッキー。でもそんな大量に下剤なんてどうするつもりなんだ？え、ククイって下剤なの？下剤？そうなんです。心配ご無用。ありがとう、商人さん。そうね、レイラーニなら大丈夫よね。そうよね、ちゃんと分かってるわ。このシチューなんかいつも作ってるんだから。そうよね。それじゃあ次は何が必要なの？次に必要なのはアバよ。お酒みたいなものなんだけど、この辺りじゃ見たことないの。酒といえばあたいだ。だがアバなんて飲んだことねえな。どこで手に入るかわかる？異国のものならマイル学校にあるおしゃれなバーにあるかもな。そこのバーテンダーは変わった酒に詳しいからな。持っていくとすればやつだ。じゃあバーテンダーを見つけに行きましょう。バーですか。バーテンダー上にいそうですね。フェリシティ、調子はどうだ？またてめえがこのアルチュこんな可愛い顔して言う言葉ではない。いや、いつものフェリシティだな。何しに来た？またここをめちゃくちゃにしに来たのか？ああ、あの時の話だな。知らないわけないだろう。まあいいや、あんたが来たのは変わった酒の手がかりを知らないかと思ってな。アバってやつなんだが。アバって言ったか？じゃあボトグでやるよ。カクテルで使おうと思ったけど注文も入らないしね。ありがてえ、フィリシティ。助かったよ、邪魔でしょうがなかったんだ。そんなきつい酒ならどれ一口。死ぬぞ、死ぬぞ。え、あたいの舌が何も感じない。あ、それがアバよ。先に言ってくれよ。片言になっちゃった。儀式に使われるものだから一気に飲むものじゃないのよ。あたいの舌が、いや、焼けたってこと？そんなものを飲むからよ、バオザイ。
だけど、これがスープに入るんだろ。そうね、危なくないの？大丈夫。いや、ちょっと気が変わった。もう一杯よこせ。おいおい、めっちゃ酔ってくじゃん。ちょっと心配になってきたわ。大したことないわよ。とにかく材料は残り一つよ。最後の一つはとんでもなく難しかったりして。簡単よ。あと必要なのは海きゅうりよ。きゅうり？簡単そうね。どこで手に入るの？マイカ港から西に船を出せば見つかるはずよ。海にいるキュウリ？それって変なの。絶対気に入るから。わかった。ほんとお腹すいた。じゃあ海キュウリ探しに行きましょう。海キュウリが釣れるいい場所まで案内するわ。海キュウリって釣るものなの？ああ、いいよ。じゃあごちそうのために出港よ。大丈夫なのか。レーダーに海キュウリって一体何？見たらすぐにわかるわ。あった、ナマコよ。いや、ナマコではない。あれが海キュウリ？あら、かわいい。ギューってしたくならない？わかる。なんだか嫌な予感がしてきたわ。大丈夫よ、切り身にすれば普通の魚と一緒よ。ちょっとよくわからないですね。完璧よ。新鮮なナマコ、これで私のシチューは完成するわ。これを食べるの？気持ち悪いね。食べよう。匂いが、見た目がやばい。ラズミ助けて。大丈夫大丈夫。あと少し時間をちょうだい。あなたの魂の中で料理するから、できたらディナーにしましょう。ここの準備ができてないわ。おお、みんな集まった。来てくれてありがとね、みんな。我が家秘伝のシーフードシチュー、限られた人しか口にしたことがないの。あれだけの材料を集めたが、さてどうなるか。何ができるのか非常に興味深いですね。さあ食べな。死にたくない。アジナ、最初の一口はあなたのものよ。え、ありがとう。よし、行くわよ。え、おいしい。すごくおいしい。そうでしょう。あらま、爆発しなかったね。残念。シチューは美味しいけどね。なんだ、こんなにうまいもんは食べたことないぞ。あの材料でどうしてこんなに美味しくなるんでしょう。うちの一族以外が作らないのはそういうことなの。誰もやってみようと思わないでしょ。強烈な味わいをぶつけて完璧なバランスにすることで最高のシーフードシチューになるの。
ネイラーニー感動したわ。また料理を作ってね。喜んでくれて嬉しいわ。お返しになったかな。仲間になってくれただけでも十分よ、レイラーニー。だからそれ以上の何かをする必要なんてないの。そうですよ、アジナの言う通りだ。へえ、私そのありがとう。いい波が来たわ。大丈夫、あの次の日あの腹下したりとかしない？大丈夫。腕利き料理人レイラーニは美味なる友情を育む。この絵はもう一人を争うくらい可愛いんだけどさ、言動がもうやばいっす。あとなんか音楽も壮大っす。じゃあはい、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。